おはようございます、こんにちは、こんばんは。さくちゃんとさくちゃんママです。今日はですね、ファッションセンターしまむらさんで秋用の洋服とか、まあその他もろもろ買ってきたのでご紹介したいと思います。まずは小物からご紹介したいと思います。さくちゃんは生後6ヶ月になって一時保育を、週に1回利用するんですけれども、そこでスタイを持ってきてくださいねって言われたんですね。なので買ってきました。スタイはもともとあったんですけれども、お家で使うようでなんかちょっと汚かったりとかもらいもんだったりするので、ちょっと新しく新調しました。2つついていて490円でした。かわいいね。ね、かわいい。私がクマちゃんが好きなので、クマの、絵が描いたやつを買いました。そして次、おねしょシーツです。これはですね、690円です。70センチから120センチのものになります。これはですね、今一緒にさくちゃんと同じベッドで寝てるんですけど、パンツなんですけどね、紙パンツ。たまに私が寝ぼけていて漏れちゃうことがあるんですよ。でも私が寝ぼけすぎておむつを替え忘れちゃうので、結構漏れていることが多いので、お布団がね汚れてしまう、匂いもついてしまうので、おねしょシーツを買いました。続いてなんですけれども、先ほども言っていた通り、6ヶ月に入って一時保育を利用するようになりましたので、あんまり洋服を買わないんですけれども、うち義理のお母さんも買ってくれるし、姪っ子甥っ子がいるので、その2人分の洋服をたくさんもらっているので、あんまり買わないようにしていたんですね。でもさすがにちょっと秋冬があんまりなかったので、ちょっと買い足しました。まず1つ目こちらです。はい、私が好きなキャラのクマちゃんなんですけど、トレーナークマポケットっていうのを買いました。890円ですね。はい、こうポケットにはなってないんですけど、はい、かわいいの買いました。黄色です。かわいい。あとなんか違う種類の色もありました。はい、かわいいねこれね。かわいいねと上ね、もう一枚買いました。こちらです。はい、ボーダーの、これも80センチか、これは90センチ、これはね80センチがなかったんですね。90センチ買いました。これはネイビーで、かわいいテントウムシがあります。かわいい似合うかなボーダートップスですね。これは今頃いけそうですね。はい、結構汗かくと思うので、着替えとかねたくさんしてくれるとは思うんですけれども、これは890円でした。はい、で続いてパンツですね。パンツも一緒に買いました。動きやすいようにと、これゴムになっていて、これは90センチ買いました。まあ、ちょっと大きいかもしれないですけど、折って使えばいいかと思いながら、はい、こんな感じです。かわいいの買いました。これが890円。
もう一つ最後、これもゴムになっていて、ちょっとねお腹周りがポッコリしてきはりましたので、ブラウンですね、ブラウン色で、ここもゴムになってます。これも890円、だいたい1000円いかないものが多いです。これも90センチで買いました。あとは、まあ、自分の洋服を買ったんですけれども、これです。これね、めっちゃ可愛くて、ちょっとピンク色のちょっとくすんだピンクなんですけど、まあ、あの着やすそうやだしいいかなと思って、これがまだ値札ついてる、1790円です、税抜きで。はい、めっちゃ可愛いですよこれ。ゴムでね楽なんで、はい、秋用に買いました。あとコート買ったんですけど、それも1790円、1900円ぐらいで買いました。はい、いかがだったでしょうか。島村さんはね、昔からよく利用してたんですけど、ものすごくいいお洋服とか増えているような気がします。デザインも素敵だし、そんなに生地もやわやわの、ものでもないし、すごく良くなってきていると思いました。でベビーのものもね、めちゃくちゃ増えているので、しかも安いので、しかも可愛いので、すごくおすすめです。うちはすごく田舎なので、あんまり買い物するところがないんですよね。なので島村さんにいつもお世話になっております。今日は、島村さんのお洋服とか小物をご紹介しました。参考になったら嬉しいです。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。Ha ha ha ha.